ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本史上最強の侍剣豪を10人紹介するぜ。どうせ武蔵と小次郎でしょ。もちろんその2人は入っているが、他は誰か思いつくか？え？それは意外と思いつかないわね。実は日本には他にも隠れた最強剣士が何人も存在するぜ。マジか。各剣豪の概要や伝説、強さなんかを詳しく語っていくから。ぜひ一緒に最後まで見ましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目、宮本武蔵。やっぱり剣豪といえば宮本武蔵よね。間違いなく日本で一番有名な剣豪になるからな。他にも強力な剣豪はいるが、武蔵は避けて通れないだろう。宮本武蔵は小説をはじめ、漫画や映画など様々な作品に取り上げられている人物になる。そしてどの作品でも天下無双と称される最強の剣士になるんだぜ。さすがに宮本武蔵を知らない日本人はいないでしょ。なんたって二刀流を生み出した人物だもの。正確には、二天一流という剣術だがな。また武蔵は剣士としてだけではなく兵法家としての一面も持っており、彼の記した五輪の書は海外でも広く読まれている兵法書になるんだぜ。剣術以外でも有名な人物だったのね。もともと武蔵は実鉄界の剣術家である神面無二の次男として生まれた。ただ幼少の頃から父親とは仲が悪く、何かあればすぐに衝突していたんだ。そのため武蔵は家を飛び出し、武者修行をしながら各地を転々とすることになるんだな。そして、五輪の書によると武蔵は29歳まで60回にも及ぶ勝負を行い、その全てに勝利したとされているんだぜ。一度も負けたことがないなんて、まさに最強の剣豪だわ。もちろん武蔵の剣術の腕は素晴らしかったが、それだけでは無敗を貫くことはできない。彼は勝負に負けないために、数々の知略を張り巡らせるタイプだったんだ。知略？武蔵はわずか13歳の時に、張りまで一番強い有馬騎兵と戦うことになった。当時武蔵と有馬とでは圧倒的な実力差があり、剣術で武蔵が勝てる見込みはなかったんだ。そこで武蔵はおもむろに左手に握った焚き火で有馬の手をはたいて刀を叩き落とし、その隙に一撃を与えて倒しているんだぜ。ちょっと卑怯っぽくない？もちろん周りからは非難の声が浴びせられたが、武蔵は一切気に留めていなかった。なぜなら武蔵の中での剣術とは勝つための手段であり、常に負けない戦いを徹底していたからなんだ。そういえば佐々木小次郎との巌流島の決戦でもわざと遅刻して、冷静さを失ったところを倒していたわ。確かに武蔵といえば巌流島の決戦が一番に上がってくるだろう。ただ武蔵が剣豪としての名を挙げたのは、京都での吉岡一門との戦いになる。吉岡一門ってなんか聞いたことがあるわね。吉岡一門は京都に道場を構える剣術の名門で、かつては足利家の剣術指南を務めていたんだ。武蔵はそんな吉岡一門をたった一人で壊滅させてしまったんだぜ。マジか。完全に化け物じゃない。ただその戦い方は勝つことを優先したものでわざと遅刻して相手を怒らせたり、隠れた場所からの不意打ちなど剣術の果たし合いとは呼べるものではなかった。そのため吉岡一門の門弟たちの武蔵に対する怒りは頂点に達し、数百人がかりで襲うことにしたんだ。数百人がかりって、ただそんな状況でも武蔵が負けることはなかった。武蔵は人が一人しか通れない細い路地に門弟たちを誘い込み、一人ずつ倒していったんだぜ。なるほど、細い道だと1対1の状況になるものね。ただ相手は名門吉岡道場の門弟。当然その腕はとんでもないレベルだった。しかし武蔵の剣術はレベルが違ったようで、100人以上の門弟全員を切り捨てたんだ。そして吉岡一門は武蔵によって、壊滅することになる。普通に戦ってもめちゃくちゃ強いじゃない。圧倒的な剣術と負けないための兵法。この二つを使いこなす武蔵は、日本を代表する最強の剣豪になるんだぜ。天下無双の二つ縄立てじゃないわね。二人目は、佐々木小次郎だ。小次郎か。なんか武蔵にあっさり負けたイメージが強くて最強とは思えないんだけど。おいおい、本気で言っているのか？確かに巌流島の戦いでは武蔵に敗れたものの、それはあくまで武蔵の兵法に敗れただけだ。剣術の腕前だけで見れば、間違いなく武蔵より上だとされているんだぜ。そうだったの。小次郎は現在の福岡県東部にあたる豊前国の豪族だとされている。彼は、一刀流の元祖である伊藤一刀斎から剣術を叩き込まれ、近世剣術の三大源流の一つ、中将流を習得するんだ。この流派は防御技術の高い小太刀の扱いを得意としており、小次郎はその技術をすべて習得したとされているんだぜ。小太刀？私の記憶が確かなら小次郎って小太刀じゃなくて薙刀を使っていなかったかしら？おおよく知っているじゃないか。だって巌流島の戦いでは、薙刀を使っていたはずだもの。霊夢の記憶通り小次郎は三尺もの長さがある通称、物干し竿と呼ばれる刀を使っていた。これは名刀、肥前長船長光だと言われており小太刀とは似ても似つかぬ刀になるんだ。それじゃ、中将流を習得した意味がないじゃない。そこは武蔵のライバルと呼ばれる天才剣士だ。小次郎はなんとこの、物干し竿で小太刀同様の剣技を可能にしたんだぜ。そんなことが可能なの？ここで霊夢に一つ質問なんだが小次郎の必殺技を知っているか？
もちろん知っているわよ。ひぎ、ツバメ返しでしょ。それじゃ、ツバメ返しとはどういった技なんだ？そんなの私が知るわけないじゃない。なんで即答なんだよ。ツバメ返しは刀を垂直に振り下ろした後、素早く刀を切り返して上へと切り上げる技だ。この刀の軌道は小立ちの技の一つである、虎斬りと同じになる。つまり、ツバメ返しは小立ちの技を薙刀で行った技になるんだぜ。これってめちゃくちゃ難しい気がするんだけど。天才剣士である佐々木小次郎だからこそ可能と言える技だな。この他にも小次郎は、中将流の剣技を元に薙刀での技を開発していき、その剣技は、巌流と呼ばれる独自の剣術を確立するんだぜ。巌流って名前はなんか小次郎のイメージとはかなり違うわね。これは豪族である佐々木家が居城としていた、巌弱城から来ているんだ。さらに付け加えると武蔵に敗れた時、小次郎はまだ18歳だったと言われている。そんなに若かったの？その若さで新しい流派まで作り上げた佐々木小次郎。まさに最強の天才剣士と呼べる人物なんだぜ。武蔵に敗れなければ、もっと強くなっていた可能性もありそうね。三人目は、源義経だ。義経も知らない人がいないぐらい有名な人物よね。鎌倉幕府を開いた源頼朝の弟として源平合戦で大活躍を見せた義経。戦の天才と称されるとともに、剣術に優れた最強の侍でもあるんだぜ。へえ、そうだったの。あまり剣術のイメージはなかったけど。確かに義経は前述の武蔵や小次郎のように特定の剣術を極めたわけではない。ただ彼は幼少の頃鞍馬寺で天狗から体術や剣術、そして戦い方を学んでいたんだ。なんか聞いたことがあるわね。この頃は牛若丸って名前だったのよね。そんな義経のエピソードで絶対に外せないのが五条大橋での決闘だろう。当時平家に強い恨みを持ち、京の都で狼藉を行っていた破壊僧武蔵坊弁慶。彼は平家の武士を狙って戦いを挑み、勝つとその武器を奪っていたんだ。その武器が999本になった時、五条大橋で義経と対峙することになる。弁慶、なんだこの笛の音は？義経、あなたが京の都で乱暴を働いている人物ですね。なんだてめえ、さては平家の武士だな。ちょうど千本目の武器はお前からもらうことにするぜ。愚かな。何、攻撃が当たらない。ふん。うわぁ、強すぎる。こうして弁慶は義経に敗れ、彼の配下に加わることになるんだぜ。そもそもどうして弁慶は義経を襲ったの？一説には義経を平家の武士と間違えたからだと言われている。ただ勝負に負けた後義経が源氏だと知ると、すぐにその配下になっているんだ。弁慶は平家に恨みを持っていたものね。また義経といえば源平合戦での、一の谷の戦いも有名だろう。この戦では平家軍の方が背後に山を背負い圧倒的に有利な状況だった。そこで義経は一の谷の裏手にある断崖絶壁から騎馬隊を吸収させる戦法を実行したんだ。突然の奇襲により平家軍は大混乱となり、義経の軍によって壊滅させられてしまった。この戦法は、ひよどり越えの逆落としと呼ばれ、義経の名を一躍有名にしたんだぜ。確かに平家からすると断崖絶壁から敵が吸収してくるとは思わないわよ。この他にも、屋島の戦いなど義経が行った奇襲作戦は、源氏の勝利に大きく貢献したんだ。そのため、戦の天才と呼ばれ、日本を代表する最強の侍になるんだぜ。そう考えると義経がいなければ源氏は負けていたかもしれないものね。確かに最強の侍と呼べる人物だわ。四人目は、塚原卜伝だ。この人は聞いたことがないわね。確かに武蔵や小次郎、それに義経と比べると知名度はそれほど高くないだろう。しかしながらその実力は戦国時代最強の剣豪と呼ばれ、剣聖の二つ名を持つんだぜ。剣聖って完全に上位職じゃない。上位職ってなんだよ。そんな卜伝なんだが、現在の茨城県にあたる日立の国の領主の家柄に生まれた。この家柄は同時に鹿島神宮の羽振部を務める家系でもあったんだ。羽振部って？簡単に言うと神官みたいなものだな。ただこの鹿島神宮に使える羽振部なんだが剣術を収めた七つの家が存在しており、鹿島七流と呼ばれていたんだ。卜伝はその中の、鹿島中古流を受け継ぐ家だったんだぜ。ふむふむ、幼少の頃から、鹿島中古流の修行を行っていた卜伝。その才能はまさに天才の一言で10代半ばで免許開伝となったんだ。小次郎と同じで天才剣士だったのね。卜伝の天才っぷりは小次郎よりもさらにとんでもないものだった。彼は10歳の時に塚原康元という人物の養子になるんだ。塚原家は剣術の名家であり、香取神道流という流派を受け継いでいた。すると卜伝はこの、香取神道流もあっという間に習得してしまい、10代半ばで2つの流派を極めてしまうんだぜ。何よそれ、完全にバグっているじゃない。二つの流派を極めた卜伝は自らの腕を試すために武者修行の旅に出る。その剣術の腕前はあっという間に噂となり、室町幕府11代将軍足利義澄の目に留まるんだ。そして足利軍直属の家来として、京の戦乱に身を投じることになるんだぜ。京の戦乱って？この時代は反幕府勢力が京の都で反乱を起こしていたんだ。
牧伝はその戦いに参戦し、212人もの敵を切り捨てたとされいるんだぜ。マジか。さすが、剣聖と呼ばれるだけあるわね。おいおい牧伝が、剣聖と呼ばれるのはここからだ。今日の戦乱で戦の無意味さを悟った牧伝は故郷に戻ることになる。そして鹿島神宮で祈願のため千日間こもることになるんだ。千日間。そこで牧伝は、自分も相手も存在せず、ただ無心で太刀と一つになる。という感覚を覚え日々、一つの太刀という剣技を生み出すことになる。そして、鹿島神道流という流派を創設し、剣聖と呼ばれるようになるんだぜ。もう全てにおいてぶっ飛んでるわね。ただ牧伝が本当にすごかったのは、戦わずして勝つ無手勝つ勇を生み出したことだ。有名な話で船に乗り合わせた剣士から手合わせを頼まれたことがあった。そこで牧伝はとんでもない方法で剣士をあしらうんだ。剣士、お前が牧伝だな、俺と勝負しろ。牧伝、と言ってもここは船の上ですしそうだ、あの離れ小島で勝負しましょうか。俺はどこでも構わないぜ。船頭さん小舟を借りますね。さあ小島に着きましたんで降りてください。よし、牧伝勝負だ。っておい、なんで降りてこないんだよ。私は無益な戦いはしませんので。それではごきげんよう。おい、待ちやがれ。こうして牧伝は剣士を小島に取り残して、自分は一人で元の船に戻っていったんだぜ。取り残された剣士がかわいそうすぎるんだけど、このようにただ剣の腕が立つだけではなく非常に頭が切れる人物でもあった牧伝。まさに、剣聖の名にふさわしい最強の剣豪になるんだぜ。本当に強い人は無益な戦いはしないのよね。そういった意味でも確かに、剣聖だわ。5人目は、伊藤一等斎だ。この人って佐々木小次郎のところで出てきた人よね。小次郎の師匠と呼ばれる伊藤一等斎。彼は、最強最速の剣の持ち主と呼ばれる人物で、後に、一刀流を作り上げた人物になるんだ。一刀流ってなんか聞いたことがあるような。一刀流は江戸時代に剣術の師となった、北辰一刀流が有名だからな。もっと言ってしまうと現在の剣道の所作はこの、一刀流が原型になるんだぜ。めちゃくちゃすごいじゃない。確かに、一刀流もすごいがこの一刀斎という人物がまたとんでもない傑物なんだ。彼は伊豆大島の出身なんだが14歳の時に 213km もの距離を泳いで、海を渡り島を脱出したんだぜ。113km って、島暮らしだった一刀斎は当然剣術の修行などしたことがなかったんだが、いきなり伊豆に道場を構えると第一砲を一刀の元を打ち倒したんだ。どういうこと？実は一刀斎はとんでもない怪力で島では、鬼夜叉と呼ばれていた。その圧倒的な力と獣のような気性のみで戸田を倒してみせたんだぜ。剣士というよりか野生児だったのね。ただ一刀斎には類稀な剣術の才能もあり戸田との勝負だけではなく、神社に忍び込んだ賊を一瞬で7名も切り捨てたことがあるんだ。実際にこの後一刀斎は中上流の極意に達したと呼ばれる金巻寺斎に弟子入りするんだが、わずか5年で師匠を上回り、免許改伝となるんだぜ。もう強さがバグってるじゃない。そんな一刀斎の強さを表す有名な話として、小田原城下での刀人との勝負というものがある。刀人って中国の人のこと？ああ、この人物は中国から来た武芸者で名を実感という人物だった。彼は中国武術を主とした独特な剣術を使い、圧倒的な強さを誇っていたんだ。そのため傍若無人な振る舞いを行っており、一刀斎が彼を咎めることになったんだぜ。実感、貴様、この俺様に意見するとは命知らずだな。今すぐ脳天を勝ち割ってやる。一刀斎、ふむ、どうやら貴様ごと危険を使うまでもない。私はこのセンスで相手をすることにしよう。てめえ、舐めるなよ。うわ。力に溺れる者は哀れじゃな。こうしてセンス一本で実感を打ちのめしたんだ。何この人すごすぎるんだけど。一刀斎は生涯33回の決闘に臨み57人を真剣で切り伏せ、62人を木刀で打ち倒し生涯無敗を誇ったとされている。そして彼の編み出した剣術は、一刀流と呼ばれ、後世に語り継がれることになるんだぜ。つまり一刀斎は近代剣術の開祖というわけね。これは間違いなく最強の剣豪だわ。7人目は、川泉の仏名だ。かの有名な、新影流の開祖になる人だ。その剣術は比類する者がいないレベルで、剣聖と呼ばれた人物なんだぜ。あれ、剣聖って牧伝も呼ばれてなかったかしら？二人は生きていた時代が違ったの？いや、二人は同じ戦国時代に生きており、最強の剣豪として双璧をなす者同士だった。ただ実際は牧伝よりも信綱の方が剣術の腕は上だったとされているんだぜ。マジか。そんな、剣聖信綱だが、その出自もなかなかすごい人物だった。彼は現在の群馬県前橋市にある上泉城の城主の次男として生まれたんだ。川泉家はもともと格式の高い名家であり、信綱は長男が命を失ったことで、その城主を継ぐことになったんだぜ。超エリートじゃない。しかもエリートなのは格式だけではなかった。祖父の上泉時秀は、天津正殿香取神道流を習得しており、父の上泉秀次は、鹿島神道流を習得するなど完全な剣術一家だったんだ。
実際に城内の道場では達人クラスの剣術家がしのぎを削っており、信綱も剣術の英才教育を受けていたんだぜ。剣術まで超エリートだったのね。もともと剣術の才能があった信綱はどんどん剣の腕前を上げていき、20代前半の頃には誰も太刀打ちできないレベルになっていた。信綱の道場って達人レベルばかりなんでしょ。それが太刀打ちできないってどんなレベルなのよ。そんなある日祖父時秀の剣友であった会津久忠という人物が上泉城にやってきたんだ。会津は当時兵法三大源流の一つに数えられる、影流の開祖であり、東大随一の剣豪と呼ばれた人物だった。彼は道場で稽古している信綱を見た瞬間、影流を伝えるべきはこの男、と判断し、影流の全てを伝授するんだぜ。本当にすごい人物だったのね。ただ信綱のすごいところはここからだった。当時から信綱は剣術を一つの学問のように捉えており、理論を組み立て自身の剣術を確立していたんだ。そして信綱は、影流を習得するだけではなく、その剣技を新しく組み立てた、新影流を作り上げるんだぜ。兵法三大源流である、影流を自らの理論で進化させたってこと？さすがにチートすぎるでしょ。さらに信綱は剣術だけではなく君子としても優れていた人物で、あの武田信玄が何とかして自分の配下に加えようとしていたぐらいだった。ただ信綱の心は常に、新影流を広めることに向いており、信玄の誘いを断り剣を広める放浪の旅に出るんだ。そこでも信綱の剣術の腕は突出しており、もう一人の剣聖である牧伝が認めた。北畠智則でさえ信綱の剣術を見た瞬間レベルが違うと戦うのを断ったんだぜ。凄すぎるんだけど、ただそんな信綱に果敢に挑む者が一人だけいたんだ。それが、柳生宗悦だった。宗悦、お手合わせお願いします。信綱、どうされました？その構えはダメですね。その構えだと刀を取ってしまいますよ。刀を取る？一体何をおっしゃられているのか。それじゃ遠慮なく。刀がない。これが無刀取りという技です。信綱は一瞬で宗吉の剣を奪い取り、剣術の試合にすらならなかったんだ。もはやチートのレベルさえ超えているわね。このように数々の伝説を残した、剣聖家は泉信綱。まさに日本を代表する最強の剣豪なんだぜ。もうこれはいろんな詩で最強だわ。8人目は、柳生宗吉だ。信綱さんに試合すらさせてもらえなかった人じゃない。なかなかひどい言い方だな。ただ信綱に敗れたことが宗吉の大きな転機となったんだ。もともと宗吉は現在の奈良県にあたる大和の国の地侍である柳生家の跡取りだった。しかし世は戦国の時代、柳生家は大和の国の権力者筒石により住んでいた土地を襲われ、宗吉は人質として筒石に仕えることになるんだ。いきなりハードな人生ね。ただ宗吉は幼少期から、才能の塊と称されるような人物だった。え？そうなの？当時主流となっていた、狂流や、神道流そして、中将流といった剣術を習得し、人質という立場にもかかわらず筒石の中で一番の武芸者となるんだ。そしてその腕前はいつしか、上方随一の兵法者と呼ばれることになるんだぜ。この人も凄すぎるんだけど、その後期内最大の権力者である三好氏の重臣松永久秀に仕えることになった宗吉。そこで数々の功績を挙げていき、ついには三好氏にまで認められる武将になるんだ。ただそんな最中、宗吉はある人物の名前を耳にする。それが、剣聖家は泉の仏名だったんだぜ。それで腕試しを挑んだのね。結果は先ほど紹介した通り宗吉の惨敗だった。ただこの敗北により宗吉はかつて自分が剣の道を極めようとしていたことを思い出す。そしてその場で信綱に頼み込んで弟子になってしまうんだ。めちゃくちゃ行動が早いんだけど、でも宗吉って松永氏の家来なんでしょ。一体どうするつもりなのよ。もちろん松永氏の重臣としての役目もきちんとこなしながら、新影流の稽古に打ち込むことになる。そして5年の歳月が過ぎた頃には信綱から免許改伝を言い渡されるんだぜ。重臣としての責務を果たしながら免許改伝なんてめちゃくちゃ努力したのね。ちなみに、新影流の免許改伝を授かったのは宗吉しか存在していない。そのため信綱の正当後継者は宗吉のみであり、新影流は宗吉の手により、柳生新影流へと進化することになる。そして江戸時代になると柳生家は徳川将軍家の指南役を務めるようになり、柳生新影流は、天下一の兵法と呼ばれるようになるんだぜ。柳生新影流の誕生にこんな逸話があったなんて、宗吉もまた天下一の剣豪だったのね。9人目は、斎藤はじめだ。斎藤はじめといえば、流浪に剣心よね。ガトツは絶対に一度は真似したことがあるはずよ。私は真似したことはないがな。確かに斎藤はじめというと、流浪に剣心のイメージが強いだろう。ただ実際の斎藤はじめは漫画のキャラとはかなり違った人物になるんだ。どんな人物なの？そもそも斎藤は、江戸幕府の御家人であった山口雄介の次男として生まれた。幼少の頃から剣術の才能があったようでは隠して、溝口派一刀流を習得しているんだ。あれ、一刀流って？斎藤って新選組三番隊組長だった人物よね。ああそうだが、
新選組といえば、天然理侵入のイメージがあるんだけど、もちろん斎藤も天然理侵入の道場である、司令官に出入りはしていた。ただ、一刀流の方が自分の剣筋に合っていると判断したんだろう。なるほどね。ちなみに斎藤はこの時長倉新八や近藤勇らと将来を語り合う仲になっている。これは新選組決闘のフラグじゃない。ただその前に斎藤はある事件を起こしてしまうんだ。それは酒の席で些細な口論になり、人の命を奪ってしまうんだぜ。なんでよ。そのため住んでいた江戸から京都へと逃げることになる。そして父親の知り合いの道場でかくまってもらうことになるんだ。斎藤はこの道場で剣術の修行に励み、聖徳太子流を習得するんだぜ。それじゃ斎藤って、二つの流派を習得したことになるな。ガチの天才じゃない。斎藤の剣術の腕前はまさに天才と呼べるもので、その後近藤勇らと合流した新選組では、沖田総司、長倉新八と並んで、最強の三人と呼ばれていたんだ。このあたりは漫画と同じですごい人物だったのね。また斎藤はそのストイックな性格から、月剣師範を任されていた。月剣師範って？簡単に言うと訓練官だな。斎藤の指導はかなり強烈だったらしく、多くの隊員が脱落していったらしい。ただ斎藤の指導に耐え抜いた隊員たちは最強の刺客集団になっていったんだ。新選組が最強の刺客集団と呼ばれたのは斎藤のおかげだったのね。その他にも斎藤は他の組長と違い、患者のような仕事もしていた。患者って？情報収集係のことでいわゆる忍者だな。そんなことまでやっていたの？このように斎藤は最強の剣士でありながら新選組にはなくてはならない存在だった。でも新選組って滅んでしまうのよね。ああ。新選組が滅んだ後に、斎藤は警視庁に勤め、明治時代を生き天寿を全うしているんだ。晩年師範として剣術を教える立場だったらしく、その際木刀を構えた斎藤には誰一人触れることができないほど強かったと言われている。このように斎藤は幕末を生きた最強の剣士と呼べる存在なんだぜ。流浪に剣心よりも実際の人物の方が凄すぎるんだけど、これは人気が出るのも頷けるわ。10人目は、沖田総司だ。やっぱり新選組といえば沖田総司よね。斎藤はじめが出てきた瞬間間違いなく紹介されると思ったわ。それじゃ一つ質問なんだが、霊夢の中で沖田総司ってどんなイメージを抱いている？やっぱり病弱の天才剣士かしら？あと穏やかで心優しい美男子のイメージがあるわね。おそらく多くの人が霊夢と同じようなイメージを沖田に持っていると思う。ただ実際には少し違っているんだ。そうなの。沖田は生まれながらにして剣術の天才と呼べる人物だった。実際に9歳の頃には大人の剣士を叩きのめすなど多くの武勇を挙げていたんだ。小次郎や牧伝と同じタイプね。そんな沖田の強さに目をつけたのが近藤勇だった。近藤は沖田を内弟子として、司令官に迎え入れることにするんだ。沖田の剣術の才能は本物では隠して、司令官の筆頭にまで上り詰めるんだな。このあたりはイメージ通りだけど、ただ天才剣士である沖田は性格に少し難があったんだ。実はかなり短気で怒りっぽく門徒からは恐れられていた。実際に沖田の稽古は苛烈を極め、口癖は、刀で切るな、体で切れというもので、多くの門徒は沖田との稽古を避けていたんだぜ。金玉の沖田がぶっ飛んだキャラだったのは、こういう背景もあったからかしら。それはあるかもな。沖田はどちらかというと頑固者の一面もあり、心優しい人物ではなかったようだ。ただ剣術の腕前はズバ抜けていて、土方歳三をはじめ多くの新選組隊員は、沖田と勝負しても子供扱いされるレベルだったんだぜ。それじゃ斎藤はじめより強かったのかしら？二人が戦った記録や逸話は存在しないので何とも言えない。ただ近藤勇でさえ本気の沖田には手も足も出ないと語っていたことから、剣術ではやはり沖田が最強の剣士だと思われる。天才剣士の部分はイメージ通りなのね。実際に沖田で有名なのが、三段突きという技だ。この技はその名の通り素早く三段の突きを繰り出す技なんだが、沖田の場合は突きのスピードがあまりに速すぎて一段突きに見えたんだぜ。マジか。このように圧倒的な剣術を誇る沖田は新選組一番隊隊長を任せられ、数々の任務で成果を上げていくんだ。特に有名なのが京都で新選組が尊王攘夷派を弾圧した池田屋事件だろう。この時裏口を任されていた沖田は逃げ出してくる尊王攘夷派の面々を、無言で血の海に沈めていた。その姿から後に沖田は、人殺しの道具とまで呼ばれることになるんだぜ。何よそれ、めちゃくちゃひどい言われ方じゃない。実際に沖田は理想や思想よりも近藤勇や新選組のためだけに動いていたからな。だからその行動には一切の迷いもなく冷徹で残酷極まりない人物だったんだ。確かにイメージと違いすぎるわよ。最後は結核により若くして命を落とした沖田総司。天才剣士としての実力は、まさに最強と呼ぶにふさわしい人物なんだぜ。アニメに出てきそうなくらいすごい生涯ね。11人目は、霧の履修だ。この人物は全く知らないわね。霧の履修という名前は正直知らない人の方が多いと思う。ただ彼は別名中村半次郎と呼ばれる人物でもあるんだ。中村半次郎ってどこかで聞いたことがあるような。中村半次郎は、人斬り半次郎と呼ばれた幕末の人斬りになるんだぜ。
人斬りということは、流浪に剣心のモデルになった人なの？残念ながら剣心のモデルになったのは川上玄斎という人物だ。この二人に田中新兵衛と岡大蔵を合わせた四人が、幕末の四大人斬りと呼ばれていたんだぜ。四大人斬りって、まあ幕末では暗殺事が当たり前のように行われていたからな。いわゆる、天誅、ってやつね。間違ってはいないが、そんな四大人斬りの一人である半次郎なんだが最強の人斬りとも言われているんだ。彼の居合術は早すぎて、軒先から落ちる飴しずくが地面に落ちる前に、見たび居合斬りを放てるほどだ。何そのチートスキル。しかも彼は薩摩藩士であり、薬丸寺源流の達人だったんだぜ。薩摩藩ということは西郷隆盛の部下だったの？ああ、半次郎は西郷の腹心とも呼べる人物だった。そして半次郎自身も薩摩藩士として、最後の西南戦争まで西郷と命を共にしているんだ。そんな半次郎なんだが、人斬り半次郎という名前とは違い、実は多くの人の命を奪った人物ではない。どういうこと？彼が人斬りと呼ばれるのは、ある事件がきっかけなんだ。薩摩藩には赤松小三郎という様式兵学の師範がいたんだが、半次郎は彼を暗殺したことで人斬り半次郎と呼ばれるようになったんだぜ。あれ、薩摩藩って仲間じゃないの？赤松は幕府と薩摩藩が手を組んで日本を改革していくべきだと考えていたんだ。そのため薩摩藩の倒幕派の間からは邪魔な存在として認識されていたんだな。ふむふむ。しかし西郷自身は薩摩藩の発展に尽力してくれた小松に恩義を感じていた。そのため赤松が薩摩藩を辞し、上田藩に戻ることを認めたんだ。このあたりは西郷さんの人格者ぶりがわかるわね。当然西郷が決めたことなので、周りは全員従うしかなかった。ただ一人を除いては、まさか、半次郎は西郷が決断する前から赤松の行動を不義として怒りを募らせていた。西郷もそのことを知っていて半次郎には赤松を襲わないように念を押していたんだ。しかし半次郎は、斬ると言ったら斬るという信念を曲げなかったんだぜ。西郷さんの命令を無視したのね。しかも赤松は半次郎の死にあたる人物だった。そこで半次郎は赤松の送別を行うことにし、そこで絶縁の杯を交わすことになったんだ。半次郎、敵軍に先生がいるとなると、本気では戦えません。なのでこの場で絶縁したいと思います。赤松、それもそうだな、残念だが。それでお互い道は違えど達者でな。これで申しでもなんでもないな。え、どうしたんだ。藩にあだなす者め、天誅。くわ。こうして半次郎は自らの死だった赤松を切り捨てたんだぜ。これって西郷さんは怒らなかったの？半次郎は、軍事機密漏洩を防ぐために仕方がなかったと言い切り、西郷もしぶしぶ認めざるを得なかったんだな。そしてこの一連の事件から、人斬り半次郎と呼ばれるようになったんだ。それじゃ半次郎自身は血も涙もない人斬りではなかったということ？ああ、半次郎は他の人斬りと違い、多くの命を奪うような人物ではなかった。ただ最初に語った通り半次郎自身は次元流の達人というとんでもない人物だ。次元流ってそんなヤバいんだ。近藤勇でさえ、薩摩の諸たちは避けよと隊員に言い聞かせていた次元流。その達人レベルともなると、間違いなく幕末では最強の剣士と言える。実際新選組ですら、彼のことを恐れていたほどだ。マジか。このように周りから非常な人斬りと呼ばれた半次郎。幕末の日本を駆け巡った最強の剣士の一人には違いないんだぜ。やっぱり幕末の剣士たちはすごい人たちばかりだわ。ご視聴ありがとうございました。